これでしばらくは町も安全だ。力が足りない。宝はどうなった？まさか魔物に奪われたのか？回復した。回復した。旧トリストンはかつてディアブロが徘徊した地だ。
これは重傷だ。アーケインの力が必要だ。体に力が戻った。親愛なるド、親愛なる読者へ。私はアブドアルハジル、冒険者。噂は聞いていたが、退屈した女たちの単なる妄想だと思っていた。しかし、奴らが住民を引きずって連行していくのをこの目で見た今となっては、自国の国民をだぞ。この世界はおかしくなっちまったのか。ありがとう、助かったよ。ところでリアがケインを助け出すと言って聞かないんだ。説得してもらえないか。その必要はない。私がリアに手を貸そう。あなたの叔父を助けに行こう。まず大聖堂の鍵を開ける必要があるわ。死者の襲撃を受ける前に衛兵が鍵をかけたの。ランフォード隊長は戦いながらエイドリアの小屋まで撤退したと言っていたから、鍵はそこにあるはずよ。
ここよ。門を開けるわ。エイドリアは私の母だった人よ。でも私が小さい時に亡くなったから詳しくは知らない。母の死後おじさんに育てられたの。父親はどうした？父は偉大な戦士だったそうだけど、トリストラムが悪魔の手に落ちた時に行方不明になったわ。ここに地下室がある。ついてきて。あなたの母親にはあなたも知らない秘密があるようだな。母は魔女だったという噂だけど、私は信じないわ。ダルティン隊長。成長したぞ。鍵を見つけた。それから母の日記も。気になることが書いてあったけど、母のことを調べるより今はおじさんの救出が先よ。大聖堂には私一人で行こう。あなたは残って調べてみるといい。ありがとう。昨夜エイダンが私のところに来た。彼の悩める心の奥底で何かが渦巻いているようだった。私はできるだけのことをして慰めてやった。この先彼がどこへ行こうと、地獄がその後をついて回るだろう。おじさんはずっとここには戻りたがらなかったの。おじさんにとっては嫌な記憶が多すぎたんでしょうね。ここでディアブロがレオリク王を狂気に導き、人々を恐怖に陥れたのね。ここで何があったのか本当のところは知らない。でもよほど恐ろしいことだったんでしょうね。生き残った人もほとんどみんなおかしくなってしまったから。母親はなぜ死んだ？おぼろげな記憶しかないけど、母はアーケインの研究に取り憑かれていた。子供を育てるのは無理だったんでしょうね。おじさんは狂気と恐怖が母の命を奪ったと考えてるみたいだけど。